皆さん、ご視聴ありがとうございます。頑張る父さん奮闘記、父さんマサです。この動画はお小遣いが月に1万円で頑張っているお父さんのチャンネルです。第61話は認識しないハードディスクの修理という動画です。今回はジャンク品で購入しましたウエスタンデジタルのハードディスクの紫色の修理をしていきます。皆さん、お手持ちのハードディスクの故障のご経験はありますか？ハードディスクの修理で故障原因を大きく切り分けると、本体の磁気ディスク側の物理的な故障と基板側の故障が考えられるんですね。本体の磁気ディスクの故障でいうと、専用のアプリケーションでハードディスクの寿命や健康状態が把握でき、あらかじめバックアップを取って大切なファイルは守ることができますね。もう一方の基板側の故障は、まず PC に接続しても認識しないケースになりますね。ハードディスクのコントローラーチップが悪いのか、チップコンデンサーが悪いのか、ハンダクラックがあるのかと、故障原因は多岐にわたりますよね。そして今回のジャンク品はヤフオクで購入しました。こちらになります。動作確認はしていないウエスタンデジタルの紫色のジャンク品です。ウエスタンデジタルのハードディスクの紫色ということで、監視カメラなどに使用される長期間の連続録画が可能なタイプの商品ですね。価格もそこそこしますね。ということで早速動作確認してみます。トゥントゥントゥンのあのメロディーが聞こえませんね。お立ち台では反応がありますが、 Windows には認識されませんね。全くダメですね。基板側の故障になります。分解します。トルクスネジを4つ外します。基板はこんな感じですね。これは手持ちの他のウエスタンデジタルの緑色の基板です。見比べてみましょう。ここがメモリーですね。赤いサーマルパッドがついているのがコントローラーで、おそらくここが電源のコントローラーですかね。矢印が BIOS になります。ショート反応を見てみます。ここのチップコンデンサーにショート反応があったので、外して 1V の低電圧をかけます。わずかながらですが発熱反応ですね。サーマルパッドがついているので発熱するパーツだと思うのですが、にわかジャンカーの父さんでは判断が難しいですね。このパーツを一度ヒートガンで外してショート反応が収まるか見てみます。ショート反応が解消されていましたね。おそらくコントローラーチップの故障でしょう。しかし型番を調べてもこのチップを販売しているサイトがないんですね。いろいろ調べてみると、ハードディスクの同じ基板の型番を購入して正常な基板の BIOS を外し、認識しない基板の BIOS を移植すれば認識するようになる修理方法があることが分かりました。ということで、アリエクスプレスで同じ型の基板を購入しました。せっかくなので、届くまで時間がかかるので、チップをリボールしてみます。コンデンサーを戻して、チップを掃除して、ピッチの合うステンシルを使っていきます。合わせて、止めて、振りかけて、整えて、こんな感じで炙っていきます。何回かチャレンジしましたが、綺麗に定着しませんでしたね。ですので顕微鏡で手のせします。完成がこんな感じです。ボールの大きさが違うところがありますよね。とりあえず炙っていきます。さて、どうでしょうか。ショート反応がまだありますね。やはりリボールではダメでした。基板が届いたら BIOS チップを載せ替えます。届きました。早速ショート反応を見てみましょう。
こちらは故障基板ですね。ショート反応がある方です。こちらは届いた基板です。大丈夫ですね。それではバイオスチップを乗せ替えます。こちらは購入した正常基板です。フラックスを塗ってヒートガンで350度で加熱します。外れました。ハンダの除去をします。掃除して新しいハンダを乗せていきます。今度は故障の基板からバイオスチップを外します。外したバイオスを届いた正常基板に移植します。基板をプリヒートします。故障基板のバイオスを乗せます。炙ります。完成です。こんな感じで正常基板に故障した基板からバイオスを移植しました。掃除して組み込んでいきます。動作確認まで飛ばしますね。さてどうでしょうかね。電源を入れてみます。トゥントゥントゥンって言ったね。トゥントゥントゥンのあのメロディーです。ディスクの管理を見てみます。認識されていますね。一番下のディスクです。パーティションが切ってありましたが間違いなく認識しています。違うパソコンで起動していたせいでしょうかね。中身は表示されませんね。ハードディスクのディスクの状態を調べるクリスタルディスクインフォという無料ソフトを窓の森でダウンロードして調べてみましょう。結果はこんな感じですが、電源投入が3回になってますね。使用時間も0回です。絶対おかしいですよね。バイオスを交換したのでこの値になったのか、購入した基板にもともとリセットがされてあったのか、原因は私には分かりません。まあこれで使えることができるので早速フォーマットしていきます。ディスクの管理からフォーマットしていきます。ドライブとして認識されましたね。ファイルが書き込みされるか試してみましょう。大丈夫ですね。ファイルの確認 OK です。アクセスランプも確認できますね。ウエスタンデジタルの紫色の修理完了です。たくさんの映像ファイルのコピーも問題なくできていますね。勉強教材が多くて大変なんですよね。ご視聴いただきありがとうございました。まとめです。今回は認識しないハードディスクの修理でした。調べてみると比較的に新しいハードディスクの基板では BIOS の交換での修理対応は無理みたいなんですね。少し前の基板で AliExpress などで基板販売している対応機種ならサルベージできると思いますが、あくまでも自己責任でお願いします。ハードディスクが突然故障して必要なファイルが取り出せなくなった方は挑戦してみてくださいね。この動画が皆さんのジャンク遊びの参考動画になれば嬉しく思います。こんな頑張る父さんですが、別のチャンネルでネットで美術博物館という絵画を紹介する動画も上げていますので、よかったら遊びに来てくださいね。どちらともチャンネル登録していただけるとモチベーションアップになりますのでお願いします。それでは次回まで、またね。